はい、皆さんこんにちは。それではですね、商標法のコンプリートの第1回目始めていきましょう。商標なんですけど終わっておりませんので、一章だったね、手話ね。でちょっと前後になっちゃうかもしれませんけど、やらなかった点、まず補正ですね。何をやったかというと、まずは時期でした。60条の24というところに条文があるんだよね。ただ特許の違いで、そこに書いてある内容はというと、主としてはこれ時期しか書いてありません。範囲はというと、これは他のところが読むんだったよね。補正却下とか9条の2っていうところから読むんだよね。じゃあ時期はどうなってるかというと、審査、審判、再審、継続書じゃないとできませんとなっていたわけでしょ。で審査継続っていつからいつまででしたっけ。出願から査定等本の送達ま で、審判継続中は審判請求から審決等本の送達まで、実務上はね、まあ法文上は査定まで、審決まで、あと再審の場合は再審請求から審決までとなるんだけど、実務上は審決等本の送達までとなるからね、まあ、その時しかできませんとなっていました。でこれがもうちょっと経つと、商標のところ出てくると変更って概念が出てくるからね。あそこは査定審決確定までとなっておりまして、ちょっと違うんですね、時期的にはね、まあ、それは多分商標に行ってからやっていきましょう。そして範囲はというと、用紙変更に渡らない限りにできるんだとなっていました。これは同一性だよね。これを害してはいけませんとなってるんだけど、同一性というのは衣装の場合は極めて狭いです。まあデザインでしょ、ちょっと違ってしまった瞬間に変わってしまったかなってすぐ分かるからね、極めて狭いとなるよね。じゃあこのことが設定登録前に分かってしまった場合、さあどうなるんでしょうというと、これは補正却下になるんだね。でこれはしなければいけませんとなっていました。で登録後に分かってしまった場合はどうなるでしょうというと、衣装は訂正審判ありませんから、これ無効利とされちゃうと酷なんだよね。そこで補正は有効なんだけど、筆紙の訴求行をさせませんという構成を取ってました。ここね、じゃあってことなんだけど、補正却下になっちゃったんだと。じゃあこの場合どうやって争っていくんですか、あるいは手続きをやっていくんですかって話だけど、一番いいのは補正却下不服審判をやってと全面的に勝つってことね。そうなると筆紙訴求であり、かつ補正後の内容で権利が取れるんだって話になるからね。でもこれはなかなか難しいんだね。そこで事前の策としてあるのが審出願って話になります。これ完全訴求行じゃないんだけど、補正書提出まで訴求しますんで、まあ、事前の策って話になっていました。で問題はこれいずれの期間って3月間できるんだね。補正却下不服審判も審出願もね。じゃあ両方やってしまった場合どうなるのかなと、後のやつができるんですかと聞いてくるからね。まず3月の間にまず補正却下不服審判をやりました、審出願はどうですかというと、これは可能だったよね。じゃあ逆はどうですかというと、できませんでした。なんでそうなるんですかってところについてちゃんと理解しましょうというところだね。あと次分割です。住所の2だったね、まあ、いわゆる1衣装1室間の原則を反しちゃったっていう場合ね。じゃあこれを解消するためには法制によって削除しても良いと。でもそうなってしまうと権利化できないわけですよ、削除してしまったものに対してはね。じゃあどうしましょうかというと、分割をしましょうねとなっていきます。じゃあ問題は分割について論点がありました。いわゆる完成品、自動車から部品、この車を作ってる、まあ、パーツあるよね。ハンドルとかサドルとか車体全体の形状とかで、それって分割ができるんですかっていうところだけど、できませんでした。でなぜこれが論点となるんでしょうね。そもそもここは条文の1だね、住所の2っていうのは一体どんな話だったのかなってね、思い出していただければわかるかなと思ってます。あと時期はいつまでできたんだっけ。これ今年の本誌だったよね。補正と一緒、審査審判再審継続中にできるんだという構成をとってました。そして秘密衣装です。まあ、実際じゃよく使うのはこの制度よく使いますね。手話自動車業界とか、あとはファッション業界によく使います。本来出願をやって登録になる前の間で約1年間ぐらいかな。でそうなってしまうとその後に候補出ちゃうんだよね。でも一応正解の地位は得ておきたいんだと、でも販売するのは3年後4年後にしたいんだという場合についてはこれを使うしかないわけです。候補を出さないでください、その間までは一定の期間は出さないでくださいということを請求する権利のことを秘密衣装と言ったよね。でこれについては担当の方向でした。どんな担当の問題というのが出るんでしたっけ。いくつかあったよね。文化変更の場合って秘密請求できますかとか、あるいは審査の場合できますかとか、あるいはそうね、新規性創始の影響適用を受けたのだと4条だね。じゃあこの質問についても秘密請求できるんですかとか、
あるいは関連省について秘密請求できるんですかとか、まあ、よく出ましたよね。まあ、これはどうして出てくるのかと、そして結論どうなるのかっていうところについて踏み込んでちゃんと理解してくれませんかという話になります。そして29条の2というのがありました。これ簡単に言うと、先願と後願があって、先願がもっと前にある、まあ、いわゆるパブリックドメインによって3条1項で拒絶査定になっちゃったんだね。この3条1項で査定になるってことはどうなるかというと、登録にはならないならないんだけど、実証しても全く問題がないっていう心証形成なんだね。でそれにも後のやつが実は登録になってしまいました。でそうなってしまうと、後願から権利行使が来る可能性があるわけです。でたまたまその後願の前に実証してるんだったら、29条の先証権によってカバーリングできるわけだね。でもそうでありませんって話になって出てくるのがこの29条の2でした。そもそも10年改正で入りました。でなぜ10年改正で導入されたのかなっていうところについてよく復習しておいてくださいというところだね。あと最後商標です。で商標の目的なんだけど、他の産業財産権法と違うところが私益と公益が絡んでいます。特に公益は強いんだね。であとよく言う機能の侵害説ってあります。いわゆる小分けっていうのは少し話したと思うんだね。小分け、大きな袋の中にあるものを小分けして同じマークをつけて流通なんかに置いちゃうんです。でこれって侵害となるんですか見るんだけど、これは機能の侵害とよく言うんだね。出てくるところは第一条から出てくるんだとなっていました。で商標って誰の立場から見るかというと、一つは商標主、あとは一般のエンドユーザー、そこから見ます。そしてどんな機能を介されてるんですか、出社表示機能または変装証機能だよね。その中でどのくらい害されているところがあるかによって、まあ侵害かどうかって決まってくるわけで、こういうふうになってしまうと×3 つ丸1個になりますから、はい侵害肯定となりますからね。でそれのことを踏まえてよく理解しておいていただきたいと思っております。